はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、セイントセイヤレジェンドオブジャスティスやっていきたいと思います。はい。今回は、まあ、ニオベが来たところで、結局、その、縦ガチャでの、その、インパクトっていうのは、まあ、ちょっと薄かったのかなっていうところがあって、まあ、結局、今までのセイントも全部そうなんですけど、少し時間が経って、強化され始めるっていう、まあ、そういう傾向がね、ずっと続いてきてるんで、 ませそのサーバーの流れ自体は1、2ヶ月ぐらい早く進んでいるのにそのプレイヤーのその状況、状況というかプレイヤーの対応っていうのはそこに追いつかない状況。まあこれは運営さんが意図しているものな,なのかそれとも、まあ、シンプルにその性能を試せる場所っていうのが、まあ、遅れてやってきているのか。 そこら辺に関してはね、ちょっと、まだ、ちょっと自分の中では詰め切れてないんですけれども、今回のニオベに関しても、もう毒編成っていうのは、まあ、ぶっちゃけて言っちゃうと、もう2月ぐらいから使ってる人は使ってたんですよね。僕もアフロの強さっていうのは2月ぐらいに、その評価してて、で、動画にもさせてもらった。ただ、自分はそこまで進んでなかったり、アフロをそもそも持ってなかったで、あまりちょっと運用、 アフロを運用するよりも、氷河を運用したいっていう気持ちが強くて、もうすぐ、その黄金氷河じゃなくて、アクエリ氷河が来るって分かってたんで、まあ、そこをね、アフロに、こう、火を切れなかったっていうところはあるんですけれども、まあ、現状、アフロでね、アフロ編成で P P、え、PVP ジャイアントキリングできたりとか、まあ、してたりとかするんで、まあ、凍結パでもね、相手が耐久パであれば、まあ、勝てるんですけれども、 まあ、生や編成されてると、まあ、どうしても属性不利で、凍結パだと負けちゃうので、まあ、そうなると、属性有利、えー、毒編成がね、まあ、強いという感じになっております。まあ、そういうこともありまして、1ヶ月、2ヶ月ぐらい、その波が遅れてきてる感じはありますよね。まあ、現状、31章解放されて、カーサが、まあ、微妙に評価され始めるところだったりとか、まあ、ぶっちゃけ、 その聖夜が実装された時点でカーサの評価は実はじりじり上がってたんですけど、まあ特にあの元凶とかでね、元凶でそのカーサがいるかいないかで全然クリアできるかできないか変わってくるっていう。まあ相手が水編成だったりとかすると、まあすぐ溶けちゃうんで、こっちが。まあそれをね、カーサで何とかしたりとか、まあそういうのはしてました。だから元凶だからまあ慌てずにっていうところだったと思うんですけど、まあどうしてもね、 餌になりがちというか、というところもありまして、プレイスタイルがね、変わることはないとは思うんですけれども、まあ、このキャラが、まあ、生きる先っていうのは、まあこうやって、まあ僕含めて他の配信者さんもやってるのかなわかんないけど、まあ出してはおりますのでね。まあそこを、まあうまく収者選択して、まあ今のタイミングで、そのピックアップキャラを餌にしちゃうような人っていうのはいないとは思うんですけど、まあそういうことがね、 ないようにしていただいた方が、まあ、今後、えー、進める上でね、あー、取っとけばよかった、みたいになることがなくなるかな、というふうに思いますんでね。そういうふうにね、思っていただける人が一人でも減ると、まあいいな、っていうふうに思ってますで。今日は、まあ僕のタイムテーブルのね、更新をしましたので、まあそちらをね、ちょっと見ていこうかな、というふうに思ってます。タイムテーブルとは何か、 ということなんですが、こちらですね。セイントの、まあ、実装タイムテーブルですね。まあ、こちらをちょっと更新していこうかなと。これがね、6月の26日、2ヶ月前のものですね。まあ、これも一旦予想を変えてるんですよね。これの前もあるわけですよ。これの前がこんな感じでした。はい。こういう変化をしております。 これ6月なんで、もう、ハンドラが決まってるっていうところなんですけど。で、まあ、これをね、また変わっていくっていうところで、まあ今、ね、オールフェも8月頭で、ニオベも9月頭ってなってますけど、これ全部1ヶ月、ね、早まってる状況ですね。7月中旬、えー、正規戦士。まあ、ここは、普通に、聖夜が来ましたね。あとは9月中旬に、旬が来るんじゃないかなっていうふうに、ここでは思ってました。で、これが、最新版、こういうふうになります。 とんと。視聴者さんの中で、まあ割とストーリー準拠で来てるんじゃないかっていう話をね、まあされてる方もいて、確かにストーリー準拠かもしれないっていうのがちょっと思い始めてるところですね。カノン、ジェミニカノンっていうのが、もともと僕が参照してたところは、ポセイドンより前だったんですよ。だけど、ジェミニカノンって物語で登場したのって、ラダマンティスより後なんですよね。って考えると、確かにジェミニカノンっていうののこの流れ っていうのは、物語準拠になってんのかなと。ヤガチャ、タテガチャに関しては、そのタイミングはちょっとずれてはいるものの、まあ、これもストーリー準拠。まあ、オルフェ、まあ、オルフェは違うけど、なんでオルフェなんだろうね、じゃあ。<laughs> で、まあ、ある程度ストーリー準拠っていう。まあ、ニオベが一番最初に出て、ゼーロス、ちょっとここら辺がちょっと曖昧なんだけど、城にパン、パンドラのいる城に行った時にゼーロス出てくるんだよね。だから、 12級に突入してる時にはゼーロスいないもんね。だからこの流れでいいんだよね。12級入ると一番最初に出てくるスペクターが、えー、ニオベだよね。アルデバランを倒していると。もう本当あ,あの、ゴールドセイントなんてザコだぜみたいな感じでね、V 調して、実はアルデバランに殺されていたっていうね。その後、まあ、アテナが来ると思うんですけど、それで8月下旬、今ですね。1週間経ったら、アテナが来て。アテナ来た後に、シュンが来て。 で、その後に、シオンが来て、タナ、えー、ヒュプノスが来て、ミュウが来て、タナトス来て、ゼーロスっていう感じかなっていう想像はしてますね。このゼーロスの位置に、えー、黄金支流が来るのであれば、1ヶ月ずれるかなっていう。もしかしたら、もう、その、アニバーサリーだからこのキャラを出そうみたいなのを、やらない可能性もあるなっていうのを、ちょっと想像、そう、ちょっと思い始めて、僕、参照してる、 そのグローバルサーバーでは、ファーストアニバーサリーはセイヤだったんですよ。なんだけど、ハーフアニバーサリー。ハーフアニバーサリーって、日本の文化だから、あまり関係ないんだとは思うんだけど、そこにラダーマンティスだったじゃないですか。なんか特に、大きな、1000メモリあげますとか、そういうのぐらいだったんですけど、だからもしかすると、これ1ヶ月前倒し。まあ、そもそも全体が1ヶ月ぐらい前倒しされてるんで、セイヤも1ヶ月前倒しされて、 12月に来るってことも、なきにしもあらずかなと。ただ、正義投資、まあ、黄金支流までが今年中っていうのは、ま、間違いないだろうと、えー。12級編に出てくる、えー、まあ、12級編に出てくるって言ってるけど、実際は出てこないんですけど、その、老子と、老子同子と、あとは、教皇子音までが、一応、明快編で出てくる正義投資になるんですけども、 おそらく今年中には来ないだろうと予想はしてます。まあ、老子はサポーターとしてかなり優秀みたいなんですけど、まあ、しばらくは旬でなんとかするんじゃないかなと。旬もかなり優秀なサポーターみたいなんで、アシスト、投資。だ結構、その、評価されてるんですよね。ヒア表に入ってきたりとかするんで、まあ、黄金評価と一緒でね。聖夜とシリューグぐらいですかね。入ってこないの。っていうところもあって、 まあ、聖夜がね、12月に来る可能性はあるなと。別に12月でもいいんですよ。12月も盛り上がるんで。ってなると1月はどうなるみたいなところもあるんですけどね。それがまあ気になるところではあるんですが、まあ1月、ね。もしくはこの間に荒屋敷釈迦が来るか。まあこのファーストアニバーサリー飛ばしてに行って12月は荒屋敷釈迦が来るとか。まあそういう可能性もあるんですよね。 荒屋敷釈迦がガチャじゃないっていう話をね、ちょっと噂で聞いたので、ちょっと詳しくはわかんないんですよ。僕も台湾版始めたのが1月なんで、わからないんですよね、そこまでは。一応7ヶ月ぐらいやってますけど、育成パックのところに荒屋敷釈迦がいたり、シジマがいたり、バルゴのシジマがいたりとかするんですけど、だけど、どこでこう手に入るかっていうのはわからなくて、ガチャに、ガチャもあの、確率表記とかないんで、台湾とか。 あの中国とかそこに、らへんになると。そこら辺わかんないんですけど、ただ、可能性としては、まあ、来る可能性はある。高いかなと。イベントなんでね。だから12月にそのイベント差し込んできて、イベントがある期間は、えー、そのイベントにリソースサイ、サ、プレイヤーにはリソースサイトもらって、で、それプラス、正規投資。だから、黄金支流。か、もしくはゼロスか。あとは、復刻。 ここにも書いてるんですけど、週替わりで神の復刻が来るんじゃないかなと。まあ、ポセイドンの復刻は欲しいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、今、欠片売ってくれてはいるけど、ここにね、ポセイドン、パンドラ、ラダマンティスとかね、復刻があったりする、するんじゃないかなっていう気はしてますね。まあ、もしくはポセイドン、カノン、アテナ。そんなことねえか。アテナがここで復刻来ることはないか。早すぎるもんな。でもまあ、アテナ入れれば回るもんな。ガチャ。 可能性は、まあ、ある。あるっちゃある。はい。まあ、そんな感じで、まあ、想像はしていますよ、と。で、僕が参照している、グローバル版の話を見ていくと、まあ、ね、もう期限、期日は一緒なんですよね。二オベが、はい。二尾部が、まあ、3月30日、2023年の3月30日でしたと。次に、アテナが来てるんですけど、え、アテナ、4月6日。だから、 あれでもこれだとニオベ2週間になっちゃう ?4 月、3、あ、いいんだ、合ってるわ。3月30だった。3月23だとか思っちゃってた。1週間で来ているよ、よと。そしたらアテナの次に、まあ、ミュウが来てて、ミュウの次にヒプノス。で、ヒプノスの次にシュンが来てて、シオン。シオンが来て、ゼーロスが来て、タナトスが来て、で、ファーストアニバーサリー。 で、ゴッドクロスシリュウ。で、カロン。でも、荒屋敷釈迦はどこだろうね。で、ゴッドクロスシュン。で、えー、ファラオ。で、ヒョウガ。あ、これか。これが、そうだね、荒屋敷釈迦。だいぶ後ですね。アテナが4月6日に対して、そこから半年ぐらいで、 新しき社会来てますね。これは、どうなんだろうな。もうちょっと早いんじゃないかなと思うんですけどね。強さ的にはど、どんな感じかはちょっとまだ詳しくは調べてないけど。で、その後にシルフィード、ミーノス、で、ゴッドグロス1期、で、強行シオン、みたいな感じで、まあ、進んでいくと。まあ、日本ではね、ちょっと変わるかなって気はしてますね。 うん、三挙党が早めに来るっていう予想をしている方も結構いたりするんですけど、うん、まあ三挙党はちょっとスキルがね特殊だったりするんで、で、えっと、アイアコスが評価低かったんですけど、ちょっとアイアコスの評価上がってきてるみたいで、まあそういうのもあったりとかして、その、要はその低かった評価が上がるってことは、その、 新しいセイントだったりとか、使い方が生まれてっていうことになると思うから、今の段階で出てきても、評価がもしかしたらそこまで上がらない可能性もあるというか、だ、誰と使えばいいのみたいなことがある可能性もあるんで、ここは変わんないんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい。まあ、そんな感じですかね。ですので、まあ、やはり、 ま、育成しておきたいのは、まあ、これはもうずっと同じこと言ってるんで、あの、大変恐縮、恐縮ではあるんですけど、まあ、当凍結編成をね、作れるように、まあ、一日でも早く、まあさ、した方がいいだろうな、っていうふうに思います。で、二曜日をスルーするのであれ、スルーというか、取りに行かないのであれば、まあ、余計、凍結バー作った方がいいかなと。で、二曜日を取りに行くっていう、イコール、アフロを使うっていうことだと思ってもらって、 で、静粛2だと、その、ダメ、で、相手にデバフかけられるんで、最高なんですけど、ま、あ最悪、その、静粛1でもいいと思うんで、静粛1でもカウンターで毒つけられる。ま、あ60%ですけどね。で、ダメージ3層。だから45%ですよね。与えられるっていうのがあるんで、ま、あこれもクロスかマックスであれば100、100%増加するわけなんで、 ま、ニオベと合わせて、あとは前、前回紹介したカウンターパーティー。シュンと、シュントニオベと、えー、アフロを合わせてカウンターパーティーを作るっていうのも、まあ、ありなんでね。うん。だから、まずは、あの、毒編成を作る上では、ま、ほんとニオベクロス解放まででいいと思います。とりあえず。うん。この割合ダメージ出せるようになったら、まあ、僕が先ほど出した、えっ、ー、と、動画、星7で、 やった動画あるんですけど、あれ 2300K とか、あ、大たじゃないですか。ということは、これもっと出せるようになるんで、まあ、ほんとカウンター編成がかなり生きるかなと思いますんでね。うん。まあ、万人にはおすすめできないけど、まあ、アフロを育てる気持ちがあるか、もしくはアフロを育てている人には、まあ、をいぶっ刺さりますんで、うん。ぜひ、えー、撮っといた方がいいと思います。これで、1編成埋まるんでね。はい。 というわけでご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。